自分の気持ち伝えたことないよね。なんか太陽ラインの時も伝えれずにはいたけど、めっちゃ好き。一番最後に二人で過ごせてよかったなと思う。心配ばかりで迷ってばかりの僕にも今日は歌える気がするんだ。ありふれた言葉でいつも通りのままで。最後は二人きりで話していいそうなので、しおりと話してきます。最後二人で話しに行ってください。YouTube のチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。動画をフルで楽しめるのはアベマだけ。続きはここをクリック。